最後には漁業保証してお金でピッピッとほっぺた叩けばいいんじゃないかというちょっと風評被害という言葉が本当にこれが適切であるかどうかと私はかなり割り切れない気持ちになるんですが、おはようございます。立憲民主党の生方でございます。お伺いしたいのは汚染水の問題です。汚染水を、海洋に放出するということが、報道されております。で、私ども2015年に、東電と経産省と、地元の漁協等を含めた3社で話し合いをし、関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないという文書があるということを承知しておりましたので、地元の反対あるいは全漁連の反対等がある中でですね、新たな方針を下すとは思ってはおりませんでした。この最初の約束は理解なしにはいかなる処分も行わないというふうに言いながらですね、新聞報道を見ると新たにタンク23基を作るとかですね、台地の沖までパイプをと通じてですね、海洋放出するとかということが、報道されているわけです。で、そうすると地元の理解を得ることなく何もやらないというふうに言っておきながら、実は、その裏でですね、地元の理解を得られる前にですね、タンクを作ったりあるいは海洋放出のためのパイプを作ったりというのは、これは地元の人たちにとってみればですね、我々何の了解もしていないのにもうすでに工事に着手しているじゃないかということになってしまうと思うんですが、その辺いかがですか。宇佐美副社長、これは具体策についてはまだお示しできておりませんので、今後ですね、関係者の方々からご意見を丁寧にお伺いをいたしまして、具体策をお示ししながらご理解を得られるようにですね、説明を尽くしてまいる所存でございます。東電さんがですね、誠意ある態度をずっと取ってきたというんであれば、一生懸命理解してもらうように説明をすればいつか、そういうことかというふうに理解をされることもあると思うんですけど、これまで東電さんいろいろですね、地元に対して例えばトリチウムは以外は全部取り除いたんだというふうに言いながら、実際にはトリチウム以外の、ストロンチウムとかセシウムとかがまだ残っているというのをですね、後から渋々認めるというようなことも行ってまいりました。これは他の原発でもやってるから同じものを出すだけであって何の問題もないんだというような説明をいたしておりますが、この福島第一に関してはデブリに触れた汚染水ですから普通の冷却水とは全く違うわけですよね。そこに全然触れないで、他の世界で原発は全部他も、海洋に放出してるんだから、東電もこの第一も流していいんだということにはならないと思うんですね。で、これはいずれも希釈をして海に放出をすると、そうであれば、基準値よりも大幅に下回るんだというふうに言っておりますが、海は広いですからね、どんなもんであろうが、出せば何万倍何十万倍に薄まるのは当たり前の話なので、しかもその総量というのは変わらないわけですよね。総量自体はいくら薄めようが、それにもかかわらず、そういうことをやろうとしておると。で、まだこれは漁協ばかりではなくてですね、地元ばかりじゃなくて周辺の県ももちろん反対をしておりますし、ご承知のように海外でも海洋放出には反対だというような意見が出て、いずれこれを強行すればですね、外交問題にもなるんじゃないかというのは心配もしております。で、本当にこれもう他に手段がないのかといったら、私はないとは思えないんですよね。タンクがたくさんあるのも私何度も何度も見ておりますが、小さいタンクをまとめて大きくするとかですね、あるいは汚染水をモルタル固形処分にするとか固化処分にするとかですね、トリチウムを除去する技術も、ぼちぼち出てきているようでございますから、それは規模が小さいから、大きいものには応用できないというような言い訳をしているようでございますが、これも、取り組んでいけばトリチウムをさらに薄める取り除くことができるかもしれない。それから、土地がないというふうにたびたび言っております。で、私は福島第二があるんだから第二を使えばいいじゃないかというようなことを質問したこともございます。そしたら、これは、地上を通って地権者がいるから通すわけにはいかないというような言い訳をいたしておりますが、海中に向けて今パイプを作っているのであればですね、パイプを海中に通して福島第二まで、10キロぐらい離れてますかね、そこを通して福島第二に新たにタンクを作れば、少なくともタンクを作る土地がなくなったから2年後に放出しなければいけないということにはならないと思うんですね。そういうあらゆる方策を尽くしてそれでもダメならというなら分かりますけど、そういうことをしないでも規制方針通り2年後に海に出すんだというのはおかしいんじゃないかというふうに問うてるんですけど、当社といたしましては、タンクにですね、長期保管し続けることとか、あるいは発電所の敷地外に持ち出すということにつきましては、やはりリスクの増加とか拡散につながるというふうに考えてございます。今申し上げました国の小委員会における報告書における
きましても、リスク源となりうる放射性物質を敷地外に持ち出すということは、リスクを広げることになるため、既存の敷地内で廃炉を進めることが基本というふうに整理されているというふうに認識してございます。で、その上で当社は4月16日に、事故の当事者として責任を持ってですね、アルプス処理水の処分を実現するために、安全の確保とか、あるいはモニタリングの拡充強化の当社の対応方針を、公表したというところでございます。で、今後ですが、これも繰り返しになりますけれども、関係者のご理解を得ながらですね、敷地外に持ち出すことはしないというふうに言ってるけど、海洋取れ敷地外でしょ。海洋に放出するのは敷地外に持ってく最大のもんじゃない。それで地元の理解を得るというふうに言ってますけど、福島の状況をご存知だと思いますがね、試験操業を続けてやっと本格的な操業ができるようになってみんな喜んでいたと。喜んでいて、しかも15年にこういう文書も交わしてるから、よもや、自分たちの了解を得ずしてですね、海洋に放出することがないだろう、ないというのを前提に準備をしてきて、さあこれから本格的な操業だって言った時に、それを裏切るようなことをやったからみんな怒ってるんですよ。で、他にちゃんと尽くしてるんならいいですよ。尽くしてないんですよ。で、東電さんの対応を見てるとですね、最後には漁業保証してお金でピッピッとほっぺた叩けばいいんじゃないかというふうに思ってるのがこう透けて見えるんですよ。で、結局東電が払うと言ったって、東電を利用している消費者、一般国民が電力の値上げという形で負担するんですよ。あなたが自分の個人で負担するんじゃなくて、それなのに、さっきもちょっと保証のことを言ってましたですけどね、まだ話し合いもしてないうちに保証どうのこうのって話じゃないでしょう。そういう態度が、彼らって聞く方だって、こちらに誠意がある人間だったら聞こうと思うけど、誠意がない人間だったら話は聞きませんよ。今の答弁聞いたって、あなた副社長だから一応ね、責任者ですよ。社長じゃなくて、もうちょっと自分の言葉で語らなきゃ誰もそれは信用しませんよ。で、もう一問聞きますけどね、じゃあもし2年後地元の理解が得られなかったら、理解が得られない限り、対処しないと言ってるんだから、理解が得られなかったら放出はやめるってことの理解でよろしいんですね。とにかくこれから具体策をお示しさせていただきまして、関係者の皆様にですね、とにかくご理解をいただけるようにですね、説明を尽くすと。具体策というのは一体何なんですか？4月の16日に当社といたしましてはですね、対応方針というものを公表させていただきました。繰り返しになりますが、放水する水が安全であることの確認とか、あるいは第三者によります評価等によりまして、透明性、客観性を確保してモニタリングの拡充強化をすることとか、タンクの漏洩防止をすることとか、あるいは丁寧で分かりやすい情報の発信をですね、させていただくとか、で、その上で、生産から加工、流通、販売の確保点において、風評被害に全力で取り組むという方針を立てさせていただきましたので、それに向けてですね、どういうことを具体的にやっていけば、この方針がご理解を得られるのかということを、今後ですね、具体策として考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。伺いますが、2年後に地元の理解が得られなかった場合は、この15年の約束通りいかなる処分も行わないと、つまり海洋放出をしないという理解でいいかどうか、そのことだけイエスかノーかということになってくるんです。とにかく理解を得るべくですね、我々は東京説明尽くすのはもう何度も言ってるから、だからこの15年の文書は生きてるというふうに言ってるんでしょ。しっかりと遵守してまいりますというふうに言ってるんだから、2年後に理解を得られなかった場合は海洋放出をしないんかするんか、それだけ答えてするかしないかだけ。それではお答えさせていただきます。するかしないかということではなくてですね、我々はとにかく、関係者の皆様にですね、漁業者は生活がかかってるんですよ。2年後に放出をされちゃえば、もう福島県沖では漁業ができないんですよ。だから15年の約束というのがあったから、それに向けて安心して試験操業をして、さあ操業ができるといった時にいきなり海洋放出という方針が出たと。しかも当事者だって言ってくれば国が決めたからっていうふうに逃げを打つとかね。だから今最低、あなたは言えるか言えないか分からんけど、少なくともこの15年の約束が生きてるというんであれば、遵守するというんであれば、2年後に地元の了解が得られなかった場合は海洋放出しないということぐらい言いなさいよ。理解を得られるのに努力すると言ったって、今の言い方じゃ誰も理解しませんよ。私だって理解しないもん。また同じ答えになっちゃ困るから、するかしないか、言えないか、言えないなら言えないでもいいから、それだけ答えてください。分かりやすくご説明をしてですね、その上でご理解を得るという努力をとにかくし続けるというのが
今の考えでございます。以上で。繰り返してもしょうがないけど、理解を得るように努力したって理解されなかった場合どうするのかって聞いてるんですよ。あなたのような説明をずっと2年間繰り返したってね、誰も理解しないですよ。具体的なことはこうだって言って、最終的に具体的なことを漁業補償のことを考えてるかもしれないけど、それじゃ納得はいきませんよ。で、相手は福島だけじゃないんですよ。これ海なんだから、他の台湾とか韓国とか中国とかだって反対してるわけですよ。それもじゃあ他の国に行ってあなたたち説得して理解を得られるような努力もするんですか。まあ、海外に向けてもですね、いろいろ発信をするという取り組みを考えてございます。大使館でですね、ご説明をさせていただいたりということはさせていただきたいと思います。まあ、これ以上聞いてもしょうがないんで質問はやめますけどね、やっぱり誠意を持ってやらないと、いくら理解を得るために説明をすると言っても大元に誠意がないとね、誰もそれは理解しませんよ。あなたはまあ今日呼ばれたから来て、まあ、読まれても書かれたもの読めばいいというだけ思ってるかもしれないけど、そんなもんじゃないんですよ。生活がかかってるんだから。あなたは生活かかってないかもしれないけど、ここで何喋ったって。だから少なくとも15年に文書まで交わしてるんだから、文書破棄するなら破棄するって言えばいいじゃないですか。これからこういう理由で破棄しますと、破棄せざるを得なくなりましたと、国のこういう方針があるから我々これ破棄するんだと言うんならまだ誠実ですけど、これは守るって言いながらその一方では、じゃあ2年後に理解を得られなかったら放出するんかしないかについては答えられないっていうわけでしょ。全く誠実じゃないですよ。東電は私もあんまり信用してないけど、もうその信用をもっともっとダメにするだけの話ですよ。これは東電ってのは一つのインフラですからね。我々東電が嫌いだから東電から電気をもらわないなんてことの選択肢がないからみんなやってるんであって、これがちゃんとした本当の自由競争の中で 電力はどこでも、まあ、今ではだんだんそうなりつつはありますけどね、さあされながらやっぱり東電が圧倒的なこう支配力を持ってるわけですよ。だからね、あなただけ責めたってしょうがないけど、少なくともこの15年の文書を破棄するのか破棄しないのか、遵守するって口だけじゃなくて言ってるんであれば、どういうふうに遵守するのか、でもし守れなかったらどうするのかぐらいはきちんと今の時点で言っておかなければ誰も納得しないということだけ言っておきます。じゃあもう結構です。で、小泉大臣に伺いたいんですけど、今の東電の答弁、副社長もしあれでしたらご退席いただいて、まあ、ちょっと、ま、大臣に一言だけ、すいません、どうですか小泉大臣。今産方先生が東電以外の選択肢はないから電力はっていう話されましたけど、東電以外の選択肢はあるので、それはぜひ先生も電力契約、今もうすぐ切り替えられますから、再生可能エネルギーの導入もうスマホでできますから、ぜひそれしか選択肢がないってことではなく、選択肢ありますので、選んでいただきたいと。でこれから再エネ主力電源化に向けては、まさにこの環境委員会の先生方含め自ら電力会社選べますので、ぜひそういった認識で、頑張ってる事業者を応援いただきたいなと。特に地域新電力含めてですね。宇方君お願いします。それはよく分かってますし、それはそういうふうにしたいというふうに思いますけど、まあ、送電網やなんかは相変わらず東電が持ってるわけですね。東電がイエスって言わなければいくら新電電が接続したくたって、ここはもう詰まってるから接続できないなんていうような問題も起きてるわけですよ。東電がやっぱりしっかりしてくれなきゃ困るんですよ。東電も全くいらないっていうのはそれは簡単ですよ。そうではないわけですから、少なくとも東電が今ある問題について誠意ある態度で説明しなきゃ、今のもう20分も経って誠意ある態度でも何でもないですよ。この委員会の委員にみんなバカにしてるだけですよ。貴重な時間をわざわざ呼んで話を聞いて、結局中身何にもないじゃないですか。何度呼んでも同じ答えでしょ。これでも最後はエイヤーでやっちゃえばいいと思ってるんでしょ。既成事実を積み上げていって最後は出しちゃうと、もうこれもしょうがないんだ、こうなってるんだから。それではまあ東電いずれ潰れるでしょうけどね、まあ、もう 今もう実際国営化ですから潰れてるんで一緒ですけど、それはやっぱりあなたも経営者としてですね、ちゃんとして自分の責任で腹を割って話をしてこなきゃダメだと思いますよ。新妻秀樹君。はい、公明党の新妻秀樹です。風評払拭と漁業者の経営継続について伺います。昨年4月に政府は福島第一原発の事故に伴うアルプス処理水の海洋放出を決定いたしました。アルプス処理水とは、発電所内の放射性物質に汚染された水をアルプスと呼ぶ放射性物質を取り除く設備などを使ってトリチウム以外を規制基準以下にまできれいにした水のことです。トリチウムは水道の水や食べ物、私たちの体の中に普段から存在しております。したがってアルプス処理水に大量の海水を混ぜてトリチウムの濃度を十分に下げてから処分をすれば、環境や人体への影響は考えにくいとは承知をしております。ここで風評への懸念もあり、漁業者の代表である全漁連はこの政府の決定に抗議をし、漁業者国民への説明、風評被害対策、漁業者の経営継続などについて政府の対応を求めました。そしてその結果、風評対策の300億円の基金が作られた後、今回の補正予算に漁業者の経営継続のために別立ての500億円の基金を作ることが盛り込まれたところであります。
ここでそれぞれの基金は具体的にどのような用途に活用されるのでしょうか。海洋放出に伴い風評が生じないように、アルプス処理水の安全性の広報などが極めて重要になると思います。この点を含めかねてからの漁業者からの要望にどう答えていくのでしょうか。また500億円基金について漁業者の理解を求めるためには使い勝手が良いものにしなければなりません。一方基金の事業内容は一見水産庁の既存の事業に似たものがあります。漁業者が申請時に混乱せず、かつ申請作業ができるだけ簡単になるようにすべきと考えます。いかがでしょうか。西村経済産業大臣。お答え申し上げます。ご指摘のように風評払拭そして漁業者への支援極めて重要であります。昨年措置しました300億円の基金、これは理解醸成活動や水産物の需要減少の時の販路拡大あるいは一時的な買い取り保管これに対して支援を行うものであります。で、今回の補正予算で措置しようとしている500億円の基金についてはアルプス処理水の海洋放出の影響を乗り越え持続可能な漁業継続を実現する観点から燃油使用量を削減する取り組みなどを支援することとしております。漁業者国民の皆様への説明につきましては漁業関係者に繰り返し、説明を行うと私自身も8月にいわきので、県漁連の野崎会長ともお話しさせていただきました。また10月には相馬で車座の集会も漁業者の皆さんとやらせていただきました。そうしたことを引き続き継続しながらまたテレビ CM やウェブ広告も活用して全国大の広報も行っていきたいというふうに考えております。またアルプス処理水の安全性の担保につきましては放出にあたって安全基準を厳格に順守するとともにモニタリングを含め IAEA など外部からの監視の目も取り入れて透明性と客観性を担保していきたいというふうに考えております。ちなみに今年5月に IAEA が訪問したときには国際基準に合致した完全に適合した形で実施され放出が環境にいかなる害も与えることはないと確信できると言及いただいておりますが今後も継続的に IAEA とも連携して取り組んでいきたいというふうに考えております。そしてご指摘の水産庁の漁業経営セーフティーネット構築事業との関係でありますがこちらは燃油価格高騰の影響を緩和するためにですね燃油高騰部分の補填金を支払うものであります。今回の500億円の基金ではですねアルプス処理水の海洋放出の影響のある漁業者に対して、燃油使用量の削減支援を行ってまいりますので目的使用が手法が異なるということであります。いずれにしましても今後水産庁とも連携しながら漁業者の皆様に、丁寧に説明しながらですね、使い勝手のいいものとして、ご活用いただけるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。新妻秀樹君、はい、ぜひよろしくお願いいたします。石垣典子君。立憲社民の石垣典子です。どうぞよろしくお願いいたします。続いてはアルプス処理水について伺います。アルプス処理水について知ってほしい3つのことということで、まあ、これ全国のでしたっけね、各学校に送られたということで一時問題にもなりましたが、これをご覧になりながらでもいいんですけども、まずはですね、福島原発の事故に関して、汚染水対策、今海洋放出が前提にしたものが進められておりますが、大臣が初心で決して風評被害を生じさせないというふうにおっしゃっておりました。アルプス処理水を海外放出することで生じる風評被害というのを大臣どのように考えていらっしゃるか。西銘復興大臣。アルプス処理水の取り扱いは先送りできない重要な課題であります。全国の方々の理解と協力が極めて重要だと認識をしております。復興庁としましても関係省庁による風評対策タスクフォースにおきましてアルプス処理水の処分に関する正確な情報の国内外への発信や地域の方々と一体となった地域の魅力発信などを盛り込んだ情報発信等の施策パッケージを取りまとめたところであります。これらを踏まえまして政府一丸となって情報の発信決して風評影響を生じさせないという強い決意のもと徹底した情報発信などを風評対策で全力に取り組んでいるところであります。例えば YouTube などを使って影響力のある方々を使って発信をしてみたりそういう発信はお魚くんであったりあるいはお笑いの方であったりさまざま発信をしておりますが報告を受けているところですと730万回ぐらいのなんかヒットがあったということをこの報告を受けております。福島原発事故に関することで、ちょっと風評被害という言葉が本当にこれが適切であるかどうかと私はかなり割り切れない気持ちになるんですが、
例えば大辞林によると風評被害というのは根拠のない噂や憶測などで発生する経済的被害というふうに説明がなされております。果たして原発事故に関して根拠のない噂ですとか憶測と言い切れることがどれだけあるだろうかと私自身も考えます。日本司法支援センターフォーテラスのウェブページには、中間指針ではいわゆる風評被害という表現は放射性物質等による危険が全くないのに消費者や取引先が危険性を心配して商品やサービスの購入取引を回避する不安心理に起因する損害という意味で使われることもある。しかしながら少なくとも本件事故のような原子力事故に関して言えば、むしろ必ずしも科学的に明確でない放射性物質による汚染の危険を回避するための市場の拒絶反応によるものと考えるべきであり、したがってこのような回避行動が合理的と言える場合には原子力損害として賠償の対象になると、このような理解をするならば、そもそも風評被害という表現自体を避けることが本来望ましいが、現時点でこれに代わる適切な表現は、裁判実務上も未だ示されていないと、このような見解が示されております。さらに先ほどですね、風評被害対策としてやっぱり安全性を理解していただくというような趣旨のご回答ございましたけども、復興庁のアルプス処理水の安全性を理解してもらうために作ったチラシというのが冒頭で見てくださいと申し上げたものでございます。これ全国の学校に送付して問題になって、このチラシを見て私は安全性を感じるよりも逆に不安を覚えました。なぜかというと、これチラシのタイトル、アルプス処理水について知ってほしい3つのことと書かれています。でその下には3つのポイントについて、イラストで見てですね、パッとイメージできるように作られていると思います。で、本来であればこれアルプス処理水について書かれているんですけども、1番2番はトリチウムの説明ですよね。で、アルプス処理水とトリチウムとは何ぞやというその関係性が明らかになった上で説明がなされているのであればまだわかるんですが、アルプス処理水とトリチウムもしくはトリチウム水の関係がどこに書かれているかというと、印刷が不鮮明で多分読めないと思います。皆さんの視力の問題ではなく読めないと思いますので、次のページに大きく示しております。アルプス処理水とはトリチウム以外の放射性物質が安全に関する、法律規制基準値を確実に下回るまで多角種除去施設等で浄化処理された水のことですって、こんなとこにちっちゃくアルプス処理水とトリチウムの関係性が書かれているわけなんですよ。で、アルプス処理水ってどういうものなのか、トリチウム身の回りにたくさんありますって書かれています。トリチウムの健康への影響は心配ありませんと書かれております。で、飲んでます人がイルカも口に入れて、循環をしているというふうに書かれてますけども、ここに書かれているトリチウムおよびトリチウム水はアルプス処理水イコールではないですよね。これを見るともういかに飲んでも大丈夫なようなですね、こう印象を与えてしまうと。これどうですか、アルプス処理水とトリチウム水どう違うか、私も言いましたけども、改めてご紹介というかご説明ください。校長統括官由良秀夫君、このご指摘をいただきましたチラシでは、水道水にも通常トリチウムが含まれており、そのトリチウムを含む水道水を飲んでも健康への影響が生じる心配がないことをイラストを用いて説明をいたしております。水道水とアルプス処理水の違いに関して申し上げますと、WHO 世界保健機関の飲料水基準は1万ベクレルパーリットルとされているところ、アルプス処理水はその基準の7分の1程度にまで薄めて放出する予定としております。また、トリチウム以外の放射性各種がアルプス処理水の場合には含まれておりますけれども、これは、アルプス処理水は基準を規制基準を十分に満たすまで、浄化処理が行われておりますので、放出によって、環境や人体への影響は考えられないというふうに考えてございます。で、仮に口頭で説明して、いや違うんですって言わないとですね、このアルプス処理水について知ってほしい3つのことで、1番と2番のトリチウムに関して書かれていることがイコールアルプス処理水にも、イコールなんだというふうな認識の錯誤を招くような表現をなされていると私自身はこれ非常に思います。だってアルプス処理水そのものはこうやって子供が飲むようなものでもないですよね。基本的にその海に放出されればイルカが口にするかもしれませんけども、これ男の子が飲んで推奨されるものでは決してないと思います。事故を起こして炉心溶融を起こした原発から排出され
われる汚染水を専用の薬剤と装置でろ過して出てきたトリチウム水と、自然界に存在する飲んでも問題のようなないようなトリチウム水、別物です。基準値以下の各種を度外視して、まあ、トリチウムだけ見ても濃度が全くまあ違う。これも安全にこう水道水以下になっているというふうに書いてありますけども、 でもこれアルプス処理水は水道水じゃなくて海水ですよね。でアルプス処理水はまあ飲めるような私たちの体にも存在するトリチウム水と同じであるという、これは非常に誤解を招くようなチラシなのではないでしょうか。で学校に送る安全安心どころかですね、このような広報活動を展開する政府に対して不信不安が生じても、これ不思議ではないと私自身は思います。これトリチウムに対する不安以上に、やっぱりまあ残る多核種、まあ、これは不安がないとは言いません。これも本当にわからないところがたくさんありますので、いくら基準値以下といっても本当に影響がないものなのかどうか未知のところも多いと思います。それ以上に一番不安になるのが、アルプス処理水について知ってほしい3つのことで学校にこういう資料を送ってしまう、間違った認識を誘導しかねないような資料を送ってしまう、また政府のあり方、これ復興庁の名前で出されていますから復興庁の責任大きいと思うんですけれども、復興庁のあり方にこそやっぱり風評被害というのであれば、それを誘導する誘発する原因があるんじゃないんでしょうか。チラシにはアルプス処理水の安全性を正しく理解する上で必要な情報が盛り込まれているものと考えております。この2番目の図の子どもが飲んでいるコップの水は飲料水の水ではあるんですけども、アルプス処理水を飲んでいるというふうに誤解を与えないようにしないと、先生のお話を聞いててここにこれは飲料水の水ですって書いた方がよかったなという思いは持ちました。このチラシを読むことで広く誤った理解が生じるというふうには考えておりません。またチラシだけでは説明しきれないさらなる疑問などについても、ウェブサイトあるいは動画の配信等を通じて情報を提供しております。引き続き理解の醸成に向けて丁寧な説明に取り組んでまいりたいと考えております。石垣君。非常に残念なお答えですけども、まあ、もちろん受け取り方によって違うといって、それぞれ個々の受け取り方に集約されてしまったら、そんなお答えも、ね、あり得るかもしれませんけれども、やっぱりこれ、科学的根拠と、まあ、実際どういうものであるかというのが、イラストによって、私はこう認識の誤りを導くものであるというふうに思います。やっぱりアルプス処理水に関するね、まあ、丁寧な偽りのない、まあ、情報開示も含めて、まあ、一定のリスクを引き受けざるを得ない現実というのが、もしあるのであれば、ちゃんとそれを示した上で、福島原発の汚染水対策についてしっかり議論すべきであるということを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。